はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、ツール紹介をさせていただければと思います。まあ、ツール紹介で言ってもですね、100円ショップで買えるものです。はい、こちら S 字フックですね。これ100円ショップで買ってきました。これですね、なかなか今まで持ってなかったんですけど、これ使うようになってからですね、非常に重宝しておりまして、こんな時使えますよっていうのをちょっと見ていただければと思います。はい、今回ですね、ちょっとね、ナックルを浮かしておきたい案件があったので、こちらの足回りの方にですね、S 字フックを引っ掛けてですね、こちらのナックルを上に上げております。そのことによって、このロアアームの作業をちょっとしたかったので、こちらの作業ができます。こんな感じでですね、ある程度負荷8キロまで大丈夫なので、この S 字フック非常に重宝いたします。はい、こちら S 字フックですね、他にも製品とかですね、ツールなんかを吊るしておくこともできますし、今回のようにですね、ちょっと重たいもので、下に下ろしたくないようなもの、そういったものを吊るしておくのには非常に便利です。今までこれがなかった時ですね、タイラップとかで、吊っておったんですけれども、タイラップも消費してしまいますし、まあやるたびに面倒だったもんですから、この S 字フック非常に、便利かと思います。まあ皆さんお持ちだとは思いますけれども、これからですね、DIY される方でお持ちでない方は何個か持っとくと重宝するときありますので、いかがでしょうか。今日は甚だ簡単な、ツールレビューでしたけれども、次回もまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。